こっから開始します。じゃあこっから今からじゃあもう一回言おう、うん、ね、今日のテーマ、はい、うん、あの今日のテーマはですね、はい、です音楽で音楽を語ろうという第2弾やります、うん、ダダン第2弾、はい、先週来てないけど、そうそう、先週だから本当君ちょっと音楽を語ろうということで、ね、ごめんね、超忙しかった、そう、台風来た時だね、そうだね、うん、で、週末が君ちょのライブだったから、うん、ぜひちょっとね、その君っちょのルーツだとかそんな話をしようと思ってたんだけど、うん、ごめん、じゃあ今全部なくなったので、先週は僕はずっと歌だけを歌い続けるというですねそれもすごいね、それもすごいわ、ほぼ、はい、ほぼほぼリクエストリクエストつって誰もリクエストしてくんないから、うん、自分で探して、うん、最終的に一度番組終わって、はい、延長番組でさらに歌い延長した番組が一応まだタイトル直してないけど、うん、あの YouTube にもアップされてるという、そうなんだ、はい、いいじゃん、そう、多分全然あれ、うん、あの視聴者上がってないと思うけどねあ、セイタさんこんばんなす、あ、どうもセイタさんこんばんなす、まあまあ、うん、今日は音楽というテーマでね語りたいと思うので、ぜひ皆さんが好きな音楽であったりとかですね、音楽ってこんな思い出があるよとかね、そういう話をいろいろね送っていただければと思います、いいね、先週ね思いのほかメッセージが結構来て、お、そうなんだ、うん、音楽ってテーマはやっぱりみんな送りやすいんだなと思ってね、うん、やっぱ音楽ってさ音と匂いは思い出につながるっていうからね、そうなんだよ、うん、そんなこと書いてる人がいました、あ、うん、同じこと言っちゃう、はいはい、そうそう、はいはい、うん、なのでなんでぜひね、はい、君っちょか僕にこんな歌歌ったらどうかっていうのですね、歌えるかどうか分かんないよ、うん、あの楽器、うん、楽器ミーっていういいサイトがあるから大丈夫です我々には楽器ミーがついてますので、あのね、うん、アイアラハレでライブやったじゃないですか、やりましたね、いや俺自分のレパートリーの裏さに愕然としましたねでもあれ全部別にカバーにしてっていう意味じゃなかったんだよ、まあちょこっと入れてくれるってことでしょ、そうそうそう、まあそうなんだけど1曲2曲入ってればいいよってことだったんだけど、うん、まあそうなんだけどさ、うん、いや過酷だったね、ね、うん、まあ何よりも暑さがねだって過酷さすごかったよ、俺さ今日さ黒いの分かるかな、俺昨日は赤かったの俺、うん、で今日は、うん、昨日は赤いですねって言われて、うん、今日は黒いですねって言われてですね、あの1日でカモンさんひどかったよね、そう、時間が経てば経つほど高くなってさ、そう、しかもね、いやいやいや、先週すげえずっと忙しくて、うん、でまあ部長もそうだけど、うん、俺も、うん、ほぼ寝てない1週間だったんですよ、はい、俺仕事終わったの2時とかだからね、今日も仕事ほったらかしてこれやってるけど、うん、その分が全部明日に回ってくるっていうね、あの大変な日々を今過ごしてるんですけども、はい、まあまあでも充実してるかなとは思ってるんで、まあ今度ねちょっと人生を語ろうっていう日を作ろうかなと思ってるんだよね、いいと思います、ね、はい、みんなで人生を語りましょうよっていう、うん、俺の人生こんなだったけど、うん、まだまだ捨てたもんじゃねえぜって、うん、ね、そんな話をできたらいいなと思って、いいと思います、はい、まあそんなわけで今日はまあもっと簡単に音楽ということでね、音楽、うん、ぜひぜひ音楽に関する思い出であったり、ね、はい、思い入れであったり、はい、そしてリクエストというのを、ね、うん、お待ちしております、ね、よろしくお願いします、チャットでもメールでもね、まあ今週1週間話すと、まあ、まずその愛あらはり、ね、大変だったね、大変だった、うん、うん、そうね、ごめんなさいね、カモンさんの見てない、うん、まあ俺はいいんですよ、うん、場を温めるだけのために言いたようなもんですから、そうですか、だって、うん、カモンだってもうずっとこんなんなっすよね、そうそう、もうパールキッズとかのもうみんなのライブの方が楽しかったもん俺、こんなんなっすよ、ね、ずっと綺麗よかったでしょ、綺麗よかった、うん、なんか結構動くスペースがあったもんだからさ、ね、パールキッズよりパールキッズだみたいだったよ、だったでしょ、うん、でしょ、うん、花は花は花は咲くとか、みんな一人ずつこう、あ、一人ずつってか間みんなでこうやってね、やったよね、ね、うん、そう、そういうのすごいと思うよ、うん、だって手話でこうやったりとかさ、そう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 、ね、全部振り付けあってさ、うん、そう、あれすごいね、みんなね、いや可愛かったよね、うん、まあ俺も古いバージョンなんだけど、いちごロックはほぼ踊れるということでね、ね、邪魔見なきゃいいじゃん、踊られると見なきゃいいじゃん、子供頑張ってるじゃん、うん、同じ列にさ、うん、横にいられる、やっぱりあのね、客席にいるなら分かる、うん、うん、客席にいるなら分かんない、うん、後ろで大の大人がね、うん、ロックって書かれたあの T シャツでだよ、うん、もうロッキースタイルでしたから ねロックって書かれてね、うん、あれ踊られてごらんなさいよ、バチーンっていう声ね、ね、綺麗よくさね、ちょっとかわいそうだったよ、いや、あれは、ね、よかったけどね、いいの、あれは、うん、パールキッズのオンステージではないから、うん、いいの、
いいのかな。もうみんなで楽しんだもん勝ちだから、ああいうイベントは。まあよかったよ。ね。まあね、それはさ、うん、まあやっぱっていうかパールキッズの影響力がありきだと思うからさ。うん、ね。ね。よかったよかった。よかった。うん。うん、ぜひね、あ、そうでね、いつもね、はい、僕の企画に来てくれるね、うん、某、某、とちまるくん T シャツを着てたね。隠す必要ないんだよ、ね。あと、あ、丸宮さんね、うん、俺丸宮さん、丸宮さんね、ありがたいね、あの人さ、うん、あの前日フジヤ、うん、フジヤライブのね来てたじゃないですか、はい、ね、うん、外で準備してた時にも声かけてくれてさ、うん、ね、今日頑張ってね、明日何時って言われたかね。ね、明日何時って言われて、いや10時からやってますよ、で、まあ3時ぐらいまでですね、うん、っていう、そしたらね9時頃来てくれてね、すげえ、9時半ぐらいだったかな。そう、すごいありがたいんだけど、まだ準備だったんだよね、うん、と思ってね。でもすごい、写真もいっぱい上げてくれてるし ね、すごい助かります。僕が後でブログ書くのにもすごく助かります、うん、ね、間違いないわ。俺のライブの時も、うん、藤原さんの時も来てくれましたけど、はい、したね、とちまるくん、うん、ワイシャツで来てくれましたね、はい、ね、ワイシャツじゃないでしょ、ポロシャツでした、ね、ポロシャツでしたね。で、ここにそう、翌日はとちまるくん T シャツでね。しかもそこにとちまるくんがちゃんと現れたというね、着歌とちまるくんなんですよね。あ、そうなんだ。とちまるくん体操ファイトオーってやつ。ああ、そうなんだ、うん、どんだけっていう。でもね、エリナワのライブもよくいたし ね、いつもね、すごい。で、俺すごいこと気づいたの。どうしたの。あのね、うん、アイアラハリライブ、うん、17日でしたが、はい、17日でしたが、うん、同じ日に、うん、なんと那須塩原駅前ではですね、那須、うん、塩原フェスタというですね、イベントが開催されております、うん、で、ミルヒーだとかね、うん、あと何だっけかな、なんかゆるキャラが何体か来ててね、とちまるくんもそっちにいたの。とちまるくんもいたんですよ。あれと思って、あれと思ってね。あ、そうね、それあれだね、うん、兄弟じゃないの、あのほら一回後ろに下がってたじゃない、あん時行ったのかな、あん時行ったんだと思うんだよ、やっぱとちまるくんだって、すげえよ、タンクトップが来てたよね、とちのきの妖精だからね、からもうドローンっていけんじゃない、うん、ドローンって、地面伝えばどこでも行けるんだよ、行けるかもしれないね。だからあんなに疲れてたんだね、とちまるくん。第一ステージに比べると第二ステージかなり疲れてたんですよ。確かに動いてなかったね。うん、ね、うん、で、うん、実は表には出てない第三ステージっていうのがありまして、うん、奥？うん、奥にしばらくね、うん、第3回目の出場があったんですよ。そうなんだ。出演が。へえ。そう、それはあるご夫婦が、うん、あれ、とちまるくん終わっちゃったんだねって言ったら、うん、いや出てきますよって言って。うん、部長が出したんでね。もう一回出てきたっていうね、表にはいかないっていう感じでね。セータさんはね、なんか藤谷さん、うん、あやらはりどちらも行けなくてごめんなさいって言ってきたかった、気持ちだけでもありがたい話です。こういうのはもうね、知ってもらえてるだけでありがたいです、ね、はい、うん、ぜひね、セータさん、今週末にはですね、はい、春子ライブっていうのがありますので、よかったらそちらに来ていただけね、まあ、ね、今週末に今夜は飲まないとっていうライブが、あ、それあんの、ね、土曜日パルスで、パルスで日曜日だね、日曜日だけど、はいはいはい、パルスもやるから、よかったな。あれ、今回出演誰なの。うんとね、俺と二郎さんと、うん、ココブルーと、ココブルー、ヤスカズン、あ、ヤスカズンさんで、ルーズパンティーが出ます。おー、番組でやります。すごいね、うん、何時から。6時ぐらい。あ、結構じゃあ遅くまでやるね。から5時ぐらい、何時ぐらいだったかな、もうごめん覚えてない、ごめん忘れた、後で。へえ。まあ、その1組40分ぐらいで、うん、君島大輔は最後だそうです、びっくり。おっ、いいね。いや、ルーパンの後今乗ってるからだ。ちょっとやってルーパンってだからあれじゃないですか、うん、コラボでやるんじゃないですか、コラボ、うん、コラボ、ドラムとベースとかやってね、ベース来るかな、トモレートなんかやりたいね。あ、そっか、うん、ドラムと組んだら面白そうだよ ね、トモレートなんかやりたいな、うん、そうするとあれかな、何、上り竜投げし、いや、そういうさ、ちょっとさ、めんどくさいやつはやめようよ。あ、そっか、やっぱいきなりやるんだったら、今ほら最近やってる、何、カウベルとかあんだ、つけてんだっけ、ルーズパンティーはいつも。つけてない、つけてないんだ、基本的に。俺前はカウベルつけてやってた曲見たことあるんだよな。そうなんだ、俺カウベルだとさ、うん、あれじゃん、にゃんことかなんか、できるかな、合わせてもらえそうじゃん。カホンぐらいだったらね、一番何でも合わせやすそうだけどね、うん、これダンボールはたいた時あったよ。ああ、そう、うん、ダンボールの中にマイク入れて、うん、なんとかダンボールはたくボン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 ね、すげえいい音してた、うん、ちょっと特別のダンボールなんじゃないですか、それ。なんかね、うん、ちょっとこれじゃないとダメだっていうメーカーがあるらしいよ。あ、そうなの、うん、
ちょっと忘れちゃったけど。みかん箱じゃダメなんだもんね。じゃダメ。ね、でしかもちょっと熱いやつ。だよね、うん。丈夫なやつね。風呂敷に入れて持ってきてた。ちゃんとそれ用じゃねえかよ。へえ。そう、すごい言うとしてたねあれね。何でも楽器にしちゃうね、みんなね。どこだかなんかね、中尾みたいな音してた、ね。俺もだから今度さ、小銭を入れてさ、うん、小銭こうやってさ、はい。あの風呂かな。いいんじゃないの。歌の間に。歌の間に？歌の間に。おお、だったら卵のやつふしゃかしゃか振った方がいいんじゃない？でも卵は普通じゃないですか。あ、そうなの？だから小銭で。小銭で。うん。その中に今何百何十円入ってますとかって。何百何十円の音がシャカシャカするわけだ。音がするんだよっつって。お金で遊んじゃいかんよ、うん。まあ音楽の話だからいいんだよ、ね、そういうんでも、うん。お金で遊んでないよ。何よ？楽器にしてるんです。ちゃんと使えるものとして使ってるんです。そうですか。そうそうそう。うん、まあね、10円玉ピックにする人もいるからね。ねそう。だからこう、うん、ね、ここにほら。あの何ほらあれ ね小銭210円あります、うん、あれねそれが灰皿なんですよ。はい、あれこれどうやるんですか。入った、うん、そこに入れます。ここに入れます。はい、あ寂しいねこれな。これはちょっとダメだね。あ、花本雄三とか花本雄三花本雄三ね、うん、やってみたいなと思うんだけど。花本雄三難しいんですね。あれ案外叩くとね、どこでどの音がするかっていうのをある程度覚えてないと。ああ、そう、こう上の方は高い音で、そう下の方が低い音なんでしょ。ね、で、うん、あれはでも、うん、あの基本は花本って昔はただの箱だったらしいんですけど、はい、今後ろに弦が張ってあるんですよ。ああ鉄弦入ってるでしょ、うん、だからあれを締めることで 音が変わるんですよね、うん、でそうするとあのどの曲、まあ、誰とやるときにこういう感じの音がいいとかっていうのを決めないといけないみたいで、うん、そう何のまあ基本はあのなんかあるらしいんだけど、うんうん、それにしたらあのそういうのは分かんないから俺は、うん、難しいかなと思うんでね。誰かやってくれて誰かが持ってきたやつだったらやってみたい。そうだね、安いやつだとそういうのついてないんだよね、うん、中のついてないの。ついてなくてそうで、だからそれは一定の音なんだけど、うん、温度で音が変わるらしいです、温度と湿度で、うんうん、だからあのあれが必要らしいんですよ、うんうん、針を変えることでね、うん、三原キングさん、こんばんは、お久しぶりです。今日は2人ですか。今日は2人ですよ。今日は2人ですよ、はい、先週1人だったけどね、うんうん、三原キングの選ぶ、はいはい、君っちに歌ってほしい曲、カモンユーゾーに歌ってほしい曲ってあったら送ってください、はいはい、うん、メールの送り方というのを忘れてました、はい、これから流れてきます。ナスアンダーバーウェーブアットマークヤフードット CO.jp までね。当たってる。当たってた今。当たってたよ。ごめん分かんなかった。カツンカツンっつったよ、うん、ね。あのそちらまでお送りください。はい、ということで今日はねもうすでにねメールが結構来てるので、うん、紹介していきたいなと思います。はい、何ですか。こんばんなす。こんばんなす。パールキッズのルータンちゃんから。ルータン。一緒に写真撮ったね。日曜日はお疲れ様でした。ね、うん、あのねリクエストもらってたもんね。ありがとうございます。またリクエストあるんじゃないこれ。なんだろうね。日曜日お世話になりました。楽しかったです。うん、こちらこそ。君島さんのにゃんこの歌聞けて嬉しかったです。ありがとうございます。カモンさんの東京はルータンママのお気に入りです。東京はじゃないの。雨降り、あ違うよそれ、そっちじゃないの。それ桑田佳祐じゃねえかよ。あのいいよね東京ね、うん、この間はでも結構上手に歌えたかなと思った。そうなんだ、うんうん、あのこの間は661では大失敗したんで。そうなんですか。もうだから自分のね、うん、やりやすいように調整ができないままスタートしてるんですよ、うん、661の時は、うん、寝坊したってたもんね、うん、寝坊したから、うん、そうだから返しが全然自分で聞こえてないの。ああなるほど、うん、だから前に出てる音だけで歌ってた感じだね、うんうん、今回はすげえ恐ろしいほどしっかり返し切ってたでしょ。びっくりするぐらいやりやすかったです ね。あのぐらい返ってるとやりやすいよね、うん、そうそう、今日のテーマは音楽ですね、はい、最近うちの3歳のいとこが口ずさんでいた歌に大爆笑しました、はい、その曲が春が来たって歌で、うん、春が来た春が来たどこに来た、ああこれね、あでやっぱり来たさっぱり来たのしのしたって歌っていて本人は真剣に歌っているのがまた笑ってしまいましたと。歌には間違っていても人は人を和ます力があるんですね。さあなるほどね、うんうん、春が来た春が来たどこに来た、違う違う、春が来た春が来たどこに来た、あそうだそうだ来た、やっぱり来たさっぱり来たのしのした、タイムボカンみたいだ ね。どこから来たのか僕のさんね、
はい、そのわけでメッセージありがとうございました、はい、ルータンね、本当日曜日お疲れ様でした。お疲れ様でした。その後ね、パールに会ってたんだね。ね、ね、ね、写真見たけどね、フェイスブックで。いや、大移動ですよ ね、 ね。あ、まあでも、そっか、俺たちからしたらすげえ大移動だけど、うん、あの、さくら市で活動する人たちにとってはそうでもないか。どうなんだろうね。ね、うん、俺らだって那須塩原まで来てるからね。なんならあの荷物積んで、うん、那須塩原まで帰って、うん、下ろしたからね。そうだよね。そう、もう大変でした、ね、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっとね、しばらくパールキッズは、うん、お休みかな、お休みということで、うん、年休充電期間かな、連休とかないと ね、 やっぱね、新しい曲も増やしたいって話聞いてるんで、そうだ、ね、うん、夏の今度イベントが楽しみな、ね、なるほど、いいね。夏か、あとはあれかな、今年はシルバーウィークになってるんですよね、9月が。あ、そう、結構大型連休になってるみたいなんで、うん、そのあたりでイベント結構ね入ってくるかもしれないですけど ね、 いいね、うん、はい、ありがとうございました。はい、そして次は、水江さんって誰でしょうね。誰だろう。ラジオネーム水江さん、ありがとうございます、はい、お久しぶりですって書いてありますね。残念ながら放送は見られませんが、メッセージだけ送らせていただきます。はい、テーマが音楽と言われたら、うん、私は歌手になりたかったんだよと言いたくなってしまいました。お、しばらくの間本気で考えてました。なるほど。嬉しいことに我が娘も歌が大好きで、日々歌を歌って過ごしています。うん、ノーミュージックノーライフ、素敵な毎日です。なるほどね。なんだろう、水江さん。水江さん、俺今誰だか分かりました。この水江さんが誰か、すごい、仙台から聞いてます。マジで。あ、聞いてないんだよな。でも、まあ、メッセージだけくれたからね、仙台の方からと、うん、ね。はぁ、おめでとうございます。そうそうそう、ありがとうございます。うん、あ、水江ちゃん元気ですか。よかったらこの再放送を見た時に ね、再放送のところにコメント入れてくれてもいいよ、ね、水江ちゃん、あのリクエストがなかったからね、うん、本当ならなんか言ってくれればね、歌ったんだよね、水江ちゃんのために。うん、水江ちゃんのために歌ったところですけどね。水江ちゃん、また会おう。ちょっとわかんない。まだいつか会いましょう。ね、はい、そして、おポンコから。おポンコチンから。ポンコなんで来ないんだ今日。ね、うん、こんばんは。今夜も音楽ですね。まずリクエストは、週末にライブを控えたあの方の曲から1曲お願いします。なるほど。カモンさんが弾けるやつで、ポンコは予定があっていけないので、今夜堪能したいと思います。なるほどね。ああ、なるほどね。クラブに行きたい。うん、ライブに行きたい、うん。忙しさにかまけて、ちょっと音楽不足です。うん、スマホに大量の音楽をストックできるし、いつでも聴けるけれど、体で感じる音楽が一番好きです。なるほど。ポンコはモデル業と主催で忙しく、全く音楽的な活動ができていないけど、またぼちぼちやっていければいいなぁなんて思っています、ね。今夜も頑張ってくださいということで、明日はスイポンです。うん、明日スイポンです。テーマは体動かしてますかです。体動かしてますか。体動かしてますか。全然動かせてないです、ね。うん、僕も動かしてないですね。なんなら日曜日はすげえ動かしましたけどね。もうこいつの、もうそれもそうだしね。すげえ、だから俺なんか死んだけど、うん、昨日足筋肉痛だったんですよ。なんだろうと思ったら、多分動きすぎて、あれだよね。こんなのって。そうそうそう。さんさんみたいな。そう。やってたから。それか。うん。そうそう、ね。無理するもんじゃないね。はい。そして、それではということ、朝9時からですからね、水ポンね、水曜ポンコ TV、はい、ぜひ見てください。うん、なかなかちょっとね、店の交渉いけないんだけど、ちょっと今度またね、出張放送やりたいと思います。はい、水ポンでやるのが一番やりやすいみたい。うん、なんでかっていうと、うん、火曜日休みの店って案外ないんですよ。あ、営業中にやらせてもらってもいいんだけど、うん、割とちょっとね、目がかかっちゃうことが多いかな。うん、水曜が一番いいなと思って。なるほど。うん、はいはい、そしてもう一通来てますね。はい、サビ村さん、どなたでしょうね。音楽か、いつも結局音楽ネタな気がするな。たまにフルーツでも聞きたいかな。わかりました、これ誰がね。フルーツ、うん、フルーツですよ。あ、うん、まあもう今活動ちょっと休止中ですけど ね、うん、ねフルーツだそうなんで、はい、サビ村さん。あとでフルーツの映像でも流しますか。流しますか。ああ、それもいいね。ね、じゃあ今週末に控えた方のライブの中で、はいはいはい、あ、これ違う、今違うとこ行ったね、俺ね、うん、曲で弾けるやつ難しいんだよね、この人ピアノだから。大丈夫だよ、コードがどれも、うんうん、でも多分ね、あんまりないんだよね。うん、俺ね、調べたんだけどね、多分あの曲しかない、ここには。それでいいんじゃない。じゃあそれがだから弾けないんですよ。っていうか、なくない。あるある。どこ他にある。あ、ほらほら、あったけど出てくるのが
はい、まあそれはほらね、これだけだよね、はい、でこれのコードがほら、うん、でしょ、だからこれちょっと半音下げるでしょ、半音下げる と、はい下がりました、はい、はい、これですよ、はい、聞きますかこれ、頑張ってください、ほらそういう感じのコードでしょ、いやまあそういう頑張ってくださいっていうかね、あ全然立ってね、あ合ってる、あ割と合ってる、あやっぱりちょっとずれてるな、君ちゃん弾けるよ多分これ見ただけでね、あそうかこれ半音下げてるから半音上げるとちょうど元の金なのか、じゃあ抜かしていけばいいのか、弾きにくそうなのは、やりやすくてね、じゃあ今ちょっとね、君中がチューニング中なんで、小ネタを一つないけど、すごいかっこいいねそのチューナー、そうなんかあれじゃん、エヴァンゲリオンみたいじゃん、何言ってんの、あのなんかチャージじゃない、なんていうの、こうシンクロみたいな、みんな今こういうのじゃない全部、マジで俺こういう針だけど、これこういう針わかるかな、こういうのなんだけど、君っちょのはねすごいの、これねなんかね燃料ゲージみたいです燃料ゲージみたい、これ700円ぐらいで中古で売って、今エンプティでしょそれハードオフで700円で買ったやつ、マジでちゃんと合う、合う、すげえ700円だって、俺のこれあれですよ1200円ぐらいです、でも買ったら多分2000円ぐらいするんじゃないこれ、え中古じゃないでしょこれ、いや普通に買ったら、普通に買ったら、普通に買ったら2、3000円するんじゃない、ハードオフは中古か、中古で買った、いやギターいっぱいあるから、うん、その一個一個用にさ、ああそれぞれにチューナーをあったらいいなと思って、わこれかっこいいの、こういうやつなんですよ、そうほらエヴァンゲリオンみたいでしょかっこいい、じゃあちょっとやってみますか、やってみてください、何あカポ1カポ1カポですね、僕は知ってる、僕は知ってる、なるねそのギター、僕は知ってるよちゃんと見てるよ、頑張ってる君のこと守ってあげるから、君のために歌おう、当たり前と言うけど当たり前じゃない、頑張ってる君のことちゃんと分かってあげたいから、君のためのラブソング、難しいよこれ、ね難しいよ、もっと簡単にできない、君と言ったように、僕という水をまくよ、虹を作ろう、虹を作ろう、難しい、二人で大きな虹を作ろう、あらはら、ララ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 。たまには喧嘩もしちゃうけど、これすごいねひどいね、すぐに泣いちゃう君だけど、この人だよね幸せって意味を教えてくれた、君に感謝したいから、ちょっと照れくさいけれど、君のために歌おう、この広い世界で君に会えたなんて奇跡だと思うのさ、ずっと大切にしたいから、君のためのラブソング、
ために歌おう。難しいなこれ。これはやっぱりさ、展開がさ、あ、すげえ、すごいリバーバー。これ難しいな。展開がやっぱりキーボードですよね。うん、難しい、ね、曲の感じはね。うん、だからこれは今度あれだ。何？中山ひろみちゃんに歌ってもらおう。あ、いいね、ひろみちゃん。なんかね、ひろみちゃんこの曲知ってはいるんだって。お、そうなんだ。で、うん、なんかこれの替え歌を誰かに、うん。誕生日のプレゼントかなんかで替え歌を送ったことがあるらしい話ってね、うん、そうなんだ。そうそうそう、うん、そんな感じ、そんな感じそんな感じ、はい、なるほど。ポンコちゃんからのリクエストでございました。うまくできなかった、ごめん。うん、これね、うん、やっぱね、練習しないと難しいですよね。ね、割と難しいコードいっぱいあったわ。ハルコさんの曲って他にさ、コード見つかんないのか、うん、なあ、あのさ、もう一個さ、無料、うん、J コードの、ああ、 J コードね、あそこにはあんのかな。でもここは確か世界で一番、世界で一番頑張ってる君にだけだったような気がするな。ちょっとね、検索サイトがあるんです、2つぐらい、うん、よく使われるやつがね。あ、これ俺も使うね。このサイトはキーは変えられないんだけど、楽器ミにない曲が入ってたりもするんですよ、こっちは。あ、やっぱこれしかないんだね。これしかないね。今度はるこさんにじゃあ、ギターコードでなんか1曲譜面くださいって言って本人か絶対くれないよねいいですよなんて言わないよ ね、 ね、一応ね、先週はなんとこの番組をですね、八代さんが見てまして、八代さんが1曲俺が弾きやすいコードの曲を選んで譜面くれるって言ってた。だから俺は八代さんの曲1曲カバーするわ、そのうち。あるかもね。そう、なんかね、結構、うん、いいよ、分かったよって言ってた、チャットで。なんかあったかな。あ、そんな曲あるよね。お、メッセージがね、いつもいいかね、うん、はい、あ、リクエストね、セータさんね、世界で一番頑張ってる君、ま、それしかない、それしかなかったの、それしかなかったわ、譜面が分かるのがなんかあるかね。ポンコだね、ナスウェーブ1はね、あ、はい、ポンコです。セータちゃんからもリクエストでしたということで、ありがとうございました。セータちゃん、ありがとうございます。セータちゃんちゃんって ね、なんかないかな、なんかないのか、ぜひね、チャットインしてる方リクエストいただければ、とりあえず言ってみ、できるかどうか分かんないけど、君一応歌います。できませんよ、大体できないから、うん、先週は八代さんの曲聞きたい、だってね、八代さんの曲聞きたいよね。あ、いや、あ、そうだ、さっきなんだっけ、だ、あ、そうだ、フルーツの曲一回流すって話したんだよね。ちょっとフルーツの曲な、探してる間になんかさ、何やってみたら、八代さんの歌でさ、リンカっていう歌があるんだよ。ああ、それできる、できない、イントロだけできる。こんな感じ。おいいね、おいいね、おいや、白井がさ、うん、この歌できるんだったら飯を奢ってくれるって言うから練習したんだ、練習したみたいな感じで入るんだよね。ね。あ、ポンコちゃん、ポンコちゃんがあれだね、八代さんの曲聞きたいってことね、うん、あれ、ポンコちゃんは八代さん会ったことあんのか、ちゃんと話したことないんじゃない。そっか、もしかしたら、ね、あれぐらいか、クロス、サウンドクロス、あ、サウンドクロスの時ね、会ったことあったかな、会ってはいないのかな、見に来てたっけ、見に来てたか、あの台来てたかな、俺何しようとしてんだっけ、フルーツバイキングそうね、フルーツバイキングの映像ね、すげえ古いのしかないんだけど、あるのはあるんですよ。キャンドルナイトか、そうだね、キャンドルナイトもそうだし、フルーツはね、結構この番組始まった頃からいろいろ関わってるんですよ。だから山崎正義の癒し系の曲を、セータさんからですですね。あ、そうなんだ、山崎正義、セータさん、山崎正義も好きなんですね。山崎正義、君っちならできるよ、もうあれですよ、これ以上何を失えば僕らは許される
んかないかな。どれ、水のない水素とちょっとどんどん結構あるね。どんどん回してみて、できそうなやつやってみますよ、じゃあ。昔よくやったやつがあるんだよね。なんだろう、どれだっけかな。違う、お家帰ろう。違う、お家へ帰ろう。なんでみんなこの歌いましたんだろうね。シチューを食べよう。俺山崎まさよしライブ見に行ったことあるんですよ。ああそう、セロリとかじゃない。そうだって聞いた。これ山崎まさよしバージョンってかっこいいんだよね。うん、これ大丈夫かな。いけると思うよ。これいけそうじゃない。いけるかな。こののあ一番あれか、結構シャープ系の。ちょっと練習していい？いいよ。育ってきた環境が違うから、好き嫌いは否めない。夏がダメだったりセロリが好きだったりするのね。ましてや男と女だから、好き嫌いはしょうがない。妥協してみたり多くを求めたりなっちゃうね。何がきっかけでどんなタイミングで二人は出会ったんだろう。やるせない時とか、ね、心許さない夜、できるだけ一緒にいたいのさ。頑張ってみるよ、やれるだけ頑張ってみるよ。少しだけなんだかんだ言っても、つまりは単純に君のこと好きなのさ。難しいな。いや、あ、2番いくのこれ。難しいな。いいね。難しいね、山崎まさよし。ありがとうございます。はい、セータさんからリクエストでございます。まあ、とりあえず山崎まさよし。はい、山崎。癒してはいない。すごいね、いっぱい癒してはいないけど、ちょっと来ましたね。とりあえずフルーツバイキングいきますか。フルーツバイキング一曲聴いてもらえますか。うん、せっかくね、メッセージで、ね、来てますからね。季節にいいんじゃないか、木漏れ日っていう曲。ああ、いいね、うん。これ懐かしいですね。木漏れ日。じゃあフルーツバイキングで木漏れ日。どうぞ。どうぞ。映ってない。あ、俺映って。サンシャイン昼下がりは盛り上がそっと忍び込んで解き放って心裸のようにただいたずら
けで、うん、サビ村さんのねリクエストで、はいはい、フルーツということで、うん、フルーツバイキング、ね、来ましたね、懐かしい2周年の紅葉のね、サビ村さん、あ、サビ村さんじゃないかもしれないけどね映っておりませんが今聞いていただきました、フルーツバイキングで木漏れ日でございました。綺麗な音だね、ね、うん、いいね、素晴らしい、はい、我々には、ね、二重になっちゃったよ、うん、ね、うん、はい、はいはい、聞いていただきましたけど ね、 ね、はい、そんなわけで、うん、音楽の話を進めていきたいと思うんですけども、はい、どうだい、メッセージが、ね、来てるので紹介したいと思います。はい、三原キングさんからです。ありがとうございます。ナスウェブの皆さんこんばんは、三原キングです。三原キングさんどうも、こんばんは、はい、音楽といえば、うん、最近ハイレゾの音楽や DSD のハイスペック音楽にこだわって聞いてます。なるほど。これ知ってる？ハイスペック、ハイレゾとか。わかんない。あのね、今ほら音楽って今まで圧縮されて MP3 とか、うんうんうん、なってたじゃないですか。うん、で、それが、うん、高スペック、ハイスペックですよ。だからね、はい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 、ハイスペックのその、すごい音楽1曲がすごい大容量のうんうん、うん。あのデータで、うん、配信されてるんですよ今、うん、ハイレゾって言ってね。で、僕も曽我部圭一さんが、うん、そのハイレゾの、音源で作ってる、うん、曲をダウンロードして、うん、聴いてる曲があるんですけど、うん、それね、正直言うと、うん、ちゃんとした機材で聴かないともったいないかなって思ってます。MP3 とかが圧縮されて、うん、なんて言うんだろう、音楽の層が狭くなってるんだけど、うん、ハイレゾっていうのはもう全ての音をそれぞれもうそのままにデータとして重ねてるので、うん、重いんだけど、うん、高音質で聴けるっていう、うん、今そのファイル形式なんですよね、うん。でそれが、なぜか CD なのに変換専用のソフトで DSD に変換させればいい音になって不思議です。なるほど。これ多分ね、その変換ソフトって確か俺なんかで見たんだけど、CD 適した音域をそれぞれ独立して音作りをして、うん、ハイレゾ DSD のその変換するソフトがあるんですよね、うん、だから多分 CD の中で自分たちには聞こえてないような音も、うん、そうとして多分引っ張り出してるんだと思うんだよね、うん、だから綺麗になった音の、だから厚みが違って聞こえるの、立体になって、あ、そうそう、これ最後まで読んだのに、音も立体になってすごいですって書いてあるんだけ ど、うん、多分そういう風になるようなってんだに感じるような音の作り方をしてるんだよ、この DSD の、ソフトってね、変換ソフトってね、うん、だから面白いと思いますよ、うんうん、あれがそうなんですよ、山下達郎さんが、うん、やってんのがその、うん、なんていうの、アナログバージョンみたいなことやってるんですよ、日曜日だっけ山下達郎のやってるやってるやってる、ね、うん、であれで必ずさ、リマスタリングしたバージョンを持ってきましたって言って、ね、FM だとほらステレオでちゃんと送れるから、うん、あれはリマスタリングで左右の音をきれいに分けてやってるんだけど、うん、あの人もなんかそんな話をちょっとしてて、で最近はそういう面白いソフトがあって、うん、機材があってっていうので言ってたのが、昔の、うん、アナログ版とかを、うん、いつもリマスタリングって言ってデジタル化して高音質にして持ってきてるんだけど、うん、多分最近はそれをやってるんですよ、あの人は。で一回音を独立させるんだよね、うん、でそこの中で今まで聞こえてなかった高音の部分をクリアにして大きくしてあげたり、うん、増幅させたり、うん、ここにないけどコンプレッサーって言って、うん、今まで聞こえてなかった部分を大きくしてあげる、うんうん、普通はアンプに流れてこない音を大きくしてあげることで死んでた音を復活させたりとかっていうようなことを確かね、うん、やってるっていう話をしてたから、多分そういうソフトなんだと思うんだよこれも、うんうん、だから出来上がったデータはすごく大きくなるんですよ、うん、だからね、これからハイレゾっていうのは、まあ、MP3 に比べるとちょっとダウンロードも高いらしいんだけど、俺普通にだって CD 買うような値段で買ったからね。あ、そうなんだ。そう、曽我部圭一さんのその、うん、ハイレゾ配信のは、うん、おとといだっけかな、うん、っていうサイトがあって、うん、おとといだっけかな、でそこからダウンロード限定配信っていうのやってて、うん、でそれ予約して買いましたからね。
すごい綺麗なんだけど、うん、なんかパソコンとかで聴くのもったいない感じ、うんうんうん、パソコンのスピーカーでも立体感感じるから、うん、多分大きいスピーカーでちゃんと聴いたらもっと迫力のあるもっと楽しめんだろうな。なるほど。でもデジタル機器じゃないと生きないんですよ。だから結局、うん、CD 焼いたって言ったんでしょ、うん、まあそうだね、焼いただけで CD になってるでしょ、うん、だからそのデータのまま再生できる機器がないと。なるほどね。うん、そう、うん、そう、音が綺麗に、ハイレゾ対応でも音が綺麗に聞こえましたってあるんだよね、うん、そう、だから専用の機器で聞かないともったいないという、うん、今のソフトなんだよね、これね、うん、バージョンというかファイル形式っていうのは、うん、ね、ありがとうございます、貴重なお話を。僕もちょっとそれチェックしてました、うん、はい、ハイレゾとか DSD っていうのはよくわかんないけどね。あ、そっか、サビ村さんからね、うん、あ、カモン君の生歌リクエストか。ちなみにカモン君とチューナー同じだって。あ、これさっきのやつ、さっきのね、これね、つけてるやつね、同じだった気がする。確かにそう、同じだって言った気がする、はい。サビ村さんまたね、うん、フルーツのコード譜面送ればカモン君歌ってくれるのか、うん、まあ一応送ってくれれば弾けるかどうかは別問題、やってみる、うん、弾けるかどうかは別問題でね、うん、やってみますよ。そしてサビ村さん、うん、もう一度、カモン君、君島君、ありがとう、うん、俺も久しぶりに聞きました、千秋ちゃんは元気でしょうか。僕完全にサビ村さん自分で自分を紹介しちゃってんじゃん。僕は分かってないです、はい、最近僕も会えてないです。あ、でも 1,2 年見てねえかな俺。うん、俺ね、一回なんかのね、うん、なんかの問い合わせでメールいただいたんだよね。そうなんだ。あ、前回の9月の春子ライブの時だに、千秋さんに俺千秋さん好きかなと思って誘ったんですよね、うん、でその時に行きたいけど行けないみたいな返事もらったぐらいかな、うん、そう、そんな感じです。サビ村さんの方がだって最後に会ったのは俺たちより最近じゃないかな。あれ連絡ちょっと前にだって、うん、去年年末かなんかに多分、うん、あれだよ、久しぶりに音合わせかなんかやってたはず、うん、なんだよ。そうだからね。あれ聞かなくてもいいじゃんね。そうね、元気か、元気でしょうかってね、うん、連絡してあげてくださいよ、うん、待ってますよ千秋さんも。いつからフルーツバイキングやるのかね、ね、楽しみにしてます、ね、フルーツバイキング復活。はい、まあ、そんなわけでね、メッセージをいただいてね、チャット見てみますか。チャット見ますか。どうですかね、チャット見ますか。あ、うんと DSD は、うん、生音源のデータのまま配信している音源だということでね、うん、そうなんですよ。だから消えちゃってる音をそのまま引っ張り出してるということですよね。なるほど、詳しく説明していただける、うん、サザンの最近出したアルバムについてくるブルーレイもハイレゾ版らしい、うん、サザンのハイレゾが欲しい。なるほど。あ、うん、俺持ってんの。でも普通の DVD プレイヤーだからあんまりそれを感じない、ね、感じない、うん、やっぱり専用のね、今やってないとダメなんだ。映像が 4K と言われてる中、うん、音楽もそのハイレゾってやつなんですよ、うん、今どんどん、うん、だからね、音響機材はダメですよ、やっぱパソコンのこんなね、うん、980のスピーカーじゃね、まあ、確かにそれはさすがに、ね、うんうん、多少はそっちの方がいいけど、うん、それで臨場感も出ないもんね、うん、残念な感じだね、うん、はい、まあそんなわけで、はいはい、リクエストは来てないから。来てないね、どうする。音楽の話をよ、する、うん、何の話する。うん、そうだな、はい、まずさ、何好きな最近聴いてる音楽って何。最近聴いてる音楽、自分の音楽じゃないもの。ああ、ね、うん、あれよく聞きますね、バンプオブチキン。あと、あとね、ヒデ。ヒデね、エクシャボのヒデ。なんかあれだね、前に戻ってる感じだね。ね、まあいろいろ聞くっちゃ聞くんですよ、うん、はい、でもね、落ち着きたいんだよね。なるほど。いろいろ聞くんですけど、うん、聞いてやっぱこう新しいもの、新しいものみたいな、こう集中してさ、ね、なんか取り込みたいよね。取り込んで聞いてさ、やったりで、うん、曲作る時とかよくやるのそれ、はい、うん、よくやって、うん、で、あ、こういうのもあるのか、ああいうのもあるのかって感じでこう取り入れたりとかしていくんですけど、うん、気づいたらやっぱり戻っちゃうの。まあ、分かる分かります、うん、言ってること、うん、で、うん、でさ、うん、結構フジヤの時って、うん、僕イライラフジヤね、イライラしてたんですよ。あ、ないリアルに。あ、そうなんだ。だって2時間じゃん、うん、2時間ちゃんとやんなきゃいかんっていうプレッシャーが割と あるんだ。あった、うん、俺は去年もあったけど、うん、今年さらに今年もあって、うん、だからね、自分を落ち着かせるためにどうしたらいいかなと思った時にさ、うん、やっぱ好きな音楽、うん、と聞いて、でバンプオブチキンも好きなんだけど、うん、やっぱヒデだね。ヒデなんだ。ヒデ聞くとなんかイメージないけどな、ヒデって。そう、うん、すっげえ聞いてたよ。あ、そうなんだ。当時、うん、高校の時かな、だって、で、うん、前世紀は、うん、でしたけど、
すっげえ聞いてて、うん、でいつ聞いても新鮮なんですよね。新鮮でいつ聞いても楽しく聴ける。なんだっけ、でたらめと、そう呼ばれた。好きだね、うん、好き、ね、だからすごい聞く、うん、俺さずっと気になってるんだけど、その4弦は何なの、これ、うん、これね、原稿がちょっとあれ低いから、ティッシュが挟んで俺なんかこの間のライブも前、うん、一番前にいるから、うん、そのティッシュが気になって、うん、これティッシュ挟んで、うん、わざとあれなんかなと思って、原稿上げ上げて、こう音に影響は出ないですか。なくないですね。ないですか。ビビリがなくなるんで、うん、ああ逆にね、そうそうそう、当たんないからね、そうそう、なるほどね、やってる、見せてあげるよみんなに、これね、あ俺ティッシュ、これね、ティッシュ大作戦って呼んでるのか、うん、あそうなんだ、これね見えるかな、ここにここにねティッシュ挟んでそうそうそう、これね、あの3弦4弦ってビビりやすい、うん、まあ俺は1弦2弦なんだけどね、うん、なんかね、なんかねこう削りやすいんだよねきっとね、うん、うん、だからそれをね、うん、ビビりやすいから、こう弦張り替えた時は特にそうで、うん、だからそうなった時にこうやると、うん、ビビがなくなっていいですよね。あ、バンプの初音ミクコラブレイですね。これ俺映画館でレイっていう曲がバンプの時期にあって、はい、その初音ミクとコラボレーションしてるんですよ。へー、で、あの時ね、ちょうどドキュメンタリー映画、うん、あのライブの映像を流すっていうのが映画館でやって、はいはい、ベルモールのこの映画館でやってて見に行ったんですけど、あのこのレイもライブバージョンが、うん、あの映画館で流れてて、しかも音も映画館のやつだから、ほぼライブ、うん、ライブと同じような、いい音だよね、流れてて、あのこれぶっちゃけ泣いたこの歌は。へえ、すごい良くて。できんの？できないできないけど。あ、そうなんだ。バンプだって難しいんだもん。これはバンプオブチキンが作った曲を初音ミクが歌うというようなパターンですか。初音ミクとバンプが一緒に歌うの。あ、一緒に歌うの。そうそう、だからハモったりとか、とかね。初音ミクは誰なんですか。初音ミクっていうのはボーカロイドですよ。ボーカロイドですよ、はい。それはじゃあバンプが歌ったのをボーカロイドで音変わってるの、それともボーカロイドというソフト自体が歌ってくれるの。そうす、だからあれだよ、打ち込みみたいにこう譜面にこうペペペペペって入れていくとその通りに歌ってくれるってやつが、あ、じゃあ君っちの曲も初音ミクバージョンってできるの。できる。あ、そうなんだ。そうそう、できる。へえ、打ち込みの声みたいなやつだよね、普段はギターとかさピアノとかいろいろじゃん、でそれの声バージョンのがあって、で初音ミクってのがいる。にゃんこさ、初音ミクバージョンやってみ、うん、作ってみたらいい。あ、いいね。ね、俺その技術ないけど俺には三原キングさんとかできるんじゃないですか、やってくれるかな、ひょっとして ね、 ね、そうそうそう、これ誰かが本当、三原キングさんだけじゃなくてもいいけど、あのにゃんこの歌がね、あるんですよ、ありますね、野良猫のにゃんこ、そう、野良猫のにゃんこっていう歌って、あれなんか誰かやってくれたら、あれ初音ミクバージョンとか可愛いよね、きっとね、可愛いかもしれない、ね、俺多分ね、よそ出しきれてない俺だからあのマネージャーが歌った時あったじゃないですか、うん、ありましたね、あれ結構良かったもんね、女性が歌った感じもね、そうなんだ、そう、いいなと思ってね、そう、あれなんかこうなんかパルキッズとかやってくんないかな、パルキッズ ね、だからそれ用に音源とかさ、音源作ってね、こうでも俺がやったら多分ね、うん、可愛くないんだよ振り付きでね、そう、手話付きでひろみちゃんとか爆笑してたからね、この前やったら、ね、うん、超爆笑してた、そう、うん、ひろみちゃんずっと爆笑してたね。爆笑してたね。うん、だからちょっと救われたけど、あの時。もううん、なんで純子なんだって言ってた、ね。言ってた。なんで純子なのっつって。どうだね、これね、お名前は純子。バハハ。そっからずっと笑ってた。すごい、この曲すごいっつってた、ずっと ね。今週の木曜日のあれじゃないですか、中山ひろみのオールナイトニッポンで。やってくれるかな。やってくれるじゃないですか。やんないよね、きっと。一生懸命カバーするんじゃないですか、きっと。ちょっとやっ、あのね、女の人がやったらどうなるんだろうって曲聞いてみたよね、ちょいちょいある、やっぱりね、俺の歌の中でもこれだから、ひろみちゃんにちょっとリクエストしとけばいいんじゃない、にゃんこ、にゃんこの映像ない、ある、ある、あるんだっけ、じゃあそれを見てもらってこれ練習してくんないって言ってコード送るから、うん、そう ね、やってもらったら面白いよね、ね、ね、うん、いいね、そう、あとこの間のライブの時にちょっと感動したのは、うん、中央フリーウェイ、あ、大島くんのあのコードって結構さ、うん、コード進行めんどくさいよね、多分めんどくさいと思う、そう、うん、だから綺麗にやってたね、そう、あれ綺麗にやってっからさ、うん、ひろみちゃんもコード見て、うん、あの指さしてたけど、うん、俺も横で見てて、うん、わ
よくこのタイミングでこの行動で動いていくなと思って横で見てて、うんね、そあまあ相当やってるわけじゃないんですよ聞いたら。そう最近あの曲に出会ってで、うん、最近ちょっとカバーしてるって練習してて、って言ってたから、あれね、うん、大島さんのギターの弦高って超低いの、うん、あそうなんだ、びっくりするよ、へえ、よく綺麗になるねあれだ、まあライン通してるから聞こえるんだと思う あれ、うん、まあ外用には使わないしねあれね、うん、だからね弾きやすいんだと思うよあのギター、うん、触らせてもらったけど、うん、あのねギブソンらしからぬぐらいへあのテンションが低くて、あれはさ自分で下げてんのかな、下げてんじゃんね、うん、エレキギターみたいだよね、そう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 、ほぼ、ね、ほぼそういう感じだからライン用に本当に使ってるんだと思う、ね、あれ、うん、もうボロボロだったけどここら辺がね、ねあれ落としてあれ酔っ払って玄関でぶっ倒れたら、ね、でしょあれ、そうギター持ったまま転んだらギターがあんなことになった、ね、割れたっていう、そのまんま使ってんだね。あれ直したって言ってたよ。あれでな、ああ直したんだ。塗装してないんじゃない？あれ。ああなるほどね、うん。その傷はそのままにっていう。そう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 。なるほど。うん、後ろからじゃあ補強されただけなのかな。じゃないかな。ね。赤だから目立つね、あれね。できないよね、うん。まあまあそれはそれででも思い出に残してきてんだよね。そういう人だよね多分ね。あとはなんだろうな、音楽ってどうなんだろう。俺さ、いろんなジャンルがあるじゃないですか。うん、まあここら辺で言ったらフォルクローレの高山さんもいるしさ、あ、うんとまあ、ギターだけどもともとクラシックベースのあの助久美さんとか、うん、あのまさにあのタイムズカフェのジャズ、うん、須藤さんだっけ、うん、ジャズとかさあるけれどもさ、うん、それぞれこう、まあ、好き嫌いももちろんあると思うんだけど、うん、あの音楽ってジャンルがあっても、うん、やってみるとそれぞれがそれぞれにあのアレンジできんだなっていう感じないですか。最近こういろんな人がやってる音楽聴いてて面白いなと思うのが、だから例えば大島くんなんかは演歌の曲とかもアレンジしてやったり、あのもう代表的なと演歌じゃないけどさ、二郎さんのうなぎ弁当なんか全然バージョン変わったもんねあれね。あね、うん、そうあれ二郎さんのうなぎ弁当は、うん、むずいんですよ、うん、そうリフは割と練習すればできる、うん、自分も時々間違うもん、ね、こうか、ここまではいいの、うん、あずっとダウンストロークだから、うん、ずっとこうやってなきゃいけないわけよ、うん、あそうね、金曜の夜に得意先から電話、システムが壊れた、今すぐ直しに来いっていうこのね、うん、ダウンストロークが超めんどくさい、うん、あれはだからさ、英気やってた人の弾き方だよ ね、 弾き方なんだよね、そう思う思う、そう、うん、でサビもずっとそうだから、うん、あれやってみると大島さんのあの弾き方って多分、うん、なんていうか、そうだね、そういう弾き方こんな感じだったよね、うん、だと思うんだけど、そうしないとちょっと難しいよね、うん、難しいね、うん、アコギ弾きには難しいかもしれない、そうそうそう、だ面白いよね、うん、そのそれぞれのジャンルをそれぞれ別な楽器とかで演奏するっていうのはね、うんうん、まあでもそうだ、あれ早い、11時超えた、11になった、あ本当だ11時超えた、うん、音楽の時って早いよね、まあね、先週も早くて、うん、俺延長して歌ってたんだもん、だからいいじゃないね、だけど番組は終わさないといけないんですよ、一回終わらせる、一回終わらせて、うん、また先週と同じで、うん、起きてる人だけちょっとリクエストもしくは我々の音楽談義に付き合ってもらうという、うん、ちゃんと歌おうよ、全然歌ってないよね、まあ別に音楽を語ろうだからいいんだけどね、そうだからちょっと曲をなんかね、うん、お互いになんかやりましょうよ、いいね、それぞれね、じゃあ実はですね、うん、今回から、うん、どうしたの、エンディング曲が、うん、解禁されまして、ずっと前から言ってたんですけど、うん、どうしてもある人が毎月曲を作ってですね、映像を流してるんですよ、おある方が、うん、ある方ね、そう、うん、でそのある方の、はい、今月は珍しく早くにできてて、うん、で毎月それ使っていいですかって聞いたんですよ、うん、この間そしたらある方の2時間ライブに来てたので、うん、一番最後に来た人、そう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 、一番最後にちょこっとだけ来た人がいて、うん、ありがたいね、で そ, う、うん、その方がそれを作ってるんですけど、うん、番組のエンディングで使ってもいいですかって聞いたら、うん、もうどんどん全然自由に使ってくださいって言われたんで、うん、じゃあそう早速、はい、今日使いますか、今日帰ってきて、うん、最初に何やったかというと、うん、その
映像ダウンロードを始めましてでファイルで大きいとこのソフトは実は流せないので、うん、ちょっと圧縮作業とかにほぼ1時間を食われまして、なるほど、エンディングのためにそうそう、で、うん、あの用意してありますので、はい、うん、あのこのエンドロールが流れたら一旦番組終わるけど、うん、まだまたチャンネルはそのままで、そう、僕らちょっと、うん、1時間やるかどうか分かんないけどちょっとだけやろう、うん、ちょっと一服挟んでやりますか、そう、ちょっともう眠いぐらいだから俺ね実はすごいんだよ、すごい疲れ具合なんだよ俺、うんうん、そんな感じする、日曜日もね朝6時に起きて行ったので、うん、はい、でまあ向こうなんだかんだ3時で終わって4時ぐらいには片付け終わって、うん、俺こっち帰ってきたけど、うん、途中眠くて、うん、コンビニで30分ぐらい仮眠取ったからねでも帰り俺ずっと寝てたわね、寝るよね、寝た、ほんと暑かったしな、で帰ってきて、うん、もう荷物下ろす気力がなくて、うん、で車の窓開けっぱなしにして暑くなっちゃうから、うん、でそれでまたちょっと横になって、うん、で夜涼しくなってあ片付けかと思ったら、うん、夜12時ぐらいで夜中に俺ここで荷物下ろしてたからねまあまあそんなね、うん、週末を超えて、はい、今日はこうやって放送してますが、うん、明日ポンコツ TV もあるからね、ポンコツ TV もあるんですからね、ぜひ、うん、このチャンネルで明日9時からご覧いただきたいと思うんですけども、うん、まあもったいぶってもあれなんで、はい、じゃあ行きましょう、はい、エンディング、そうこれはね後藤カレンダーというね、後藤カレンダー、はい、はい、後藤秀明さんの、そうなんですよ、うん、後藤秀明さんがですね、後藤秀明さんって誰だっていう感じですけどね、県北ではもう超有名なミュージシャンでございますよね、重なってます、はい、本当ね、うん、かっこいいミュージシャンなんですけど、ね、毎回よくこういう映像作るなってぐらいね、うん、凝ってるよね、そうそう、でガリガリ君大好きなんですよね、ガリ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 って歌もありましたよ ね、ちょっと今月から毎月、はい、新しい曲が出るまでは、うん、それを流し続けようと思ってるんで、後藤カレンダー5月号渋滞なんだっけかな、タイトルがね、渋滞なんとかってあったんですけど、うん、ちょっとタイトルが今書いてないんであれなんですけどね、じゃあそれ行きましょう、それをエンディングで、はい、聞いていただきたいと思います。それでは今週もカモイゾの優しい独り言ありがとうございました。この後も起きてる皆さんはよかったらエンディングの後に続きますのでお付き合いください。それではこの後も起きてる皆さん素敵な夜を、目開いてないよ、バイバイ。Can I?